韓国の独立は、棚ぼた式独立なのに、事実を知ろうともしない。中国の属国から解放され、日本に併合。WW2 終戦後にアメリカ親中で棚ぼた独立。2.8 独立宣言？ 3.1 独立運動？単なる暴動に過ぎない過去をもてはやす、哀れな国。韓国の妄想独立史を解説いたします。古田博史。筑波大学人文社会科学研究科教授が産経新聞に寄稿した文書を参考にしています。古田氏は、端的に次のように事実を述べています。近代史上、韓国は、日本軍と戦ったことがない。対日戦争を独立戦争として戦ったのは、北朝鮮の故キム・イルソン国家主席と仲間たちだけだ。中国人で、日本軍に正面戦を挑んだのは、国民党軍であり、共産党軍ではない。日本が敗戦したのは、国民党の中華民国であって、共産党の中華人民共和国ではないと。そして次のように指摘しています。日本軍と正面切って戦わなかった者たちが、今も反日でしこっているのであると。産経新聞、正論でも、古田氏は、棚ぼた式独立の傷うずく韓国と、題して、次のように書いています。全国民が集団催眠にでもかかったように、反日に勤しむ姿は、異常を超えてギガ的ですらある。では、問題の核心は、どこにあるのか。日本の食材や償いとは一切関係ない。それは、ひとえに、韓国が独立戦争で勝ち取った国でないという韓国人自らの爪の大傷にある。米軍進駐により、棚ぼた式に独立を得た韓国には、そもそも、国家の正当性というものがないのである。その正当性をひねり出し、爪の傷に絆創膏を貼る必要があった。韓国の歴史認識という正しさの捏造である。韓国のいわゆる民族主義観は、次の4点からなる。1、高度な文明国だった朝鮮が野蛮人とみなされていた日本人に侵略され侮辱された。2、朝鮮統治における改善は、朝鮮人を効率的に搾取し支配し、同化するため、日本が朝鮮近代化を必要としたに過ぎない。3、統治時代、朝鮮人民による解放闘争が継続的に行われた。4、日本人が朝鮮人に対する非人道的方策を推し進め、一方的かつ高圧的に臨んだため、抵抗運動は活発化し、同化政策は失敗したである。李氏朝鮮に高度な文明などなかった。李朝500年は、中国から学んだ朱子学の儒礼の実践、消化に費やされ、形成催眠を思わぬ李朝政権により、朝鮮は貧窮に閉ざされていた。日韓の保護条約は、高宗王が、大臣5人に丸投げして生まれた。措置たちよきに計らえと王が言った資料が3箇所から出ている。よって不法ではない。不法なら、時の列強が、それを、盾にたちまち襲いかかったことだろう。終奪士官は、日本のマルクス主義者たちが教えた方法である。が、貧窮の朝鮮には、収奪するものがそもそもなかった。インカ帝国のように金でも取れれば、収奪しようもあったろうが、何もなかったので、他の植民地支配のように過酷にはなり得なかった。労働を知らない彼らに、その価値や意義から教えなければならなかったことが、日本による改善その1であった。別に、私は、韓国が憎くて書いているのではない。このままでは、日本の植民地統治が世界一残酷だったと教えられ、テロリストや爆弾魔を、解放運動の雄だと刷り込まれた韓国の若者が、海を渡り、過激な行動に走る危険性があると指摘せざるを得ないから書くのである。植民地統治は、一応の成功を収めた。巨額の投資が行われ、朝鮮は年々経済成長し、近代教育は一般化し、1945年以降の教育制度の前提を成した。米を収奪する必要もさらさらなかった。年々豊かに取れる米は、民法で保障された農民の土地で収穫され、経済原理により日本に輸出された。せめては、日本も、他山の石に抜こうには、
軍が直接暴力的に農村から女性を連行した事実を裏付ける公文書は発見されていない。都市では戦後の企業を立ち上げる有能な経営者が総督府や銀行と協力し民族資本家として育っていった。だがこれらが実証されたからといって韓国の民族主義史観が放棄される兆しは残念ながらない。それを認めれば国家の正当性が崩れてしまうからである。したがって韓国人の考えは変わらない。それどころか目や耳を塞ぐ集団催眠状態が続いて日本人が怒っていることにも気づくまい。解決策はもはやない。植民地統治が合法的に自然に始まり独立戦争のないまま米軍の進駐で自然に終わったという朝鮮近代化の真実を韓国人が認めることはありえないだろう。近代国家が国家理性に傷を持つとはかくも大きな結果をもたらすのである。一国の指導者が国内に行けないところがあるという我が国の靖国神社問題も国家理性の傷であり韓国をもって他山の石となすべきだろうと締めくくっておられます。本当の真実を学べない民族に未来はあるのでしょうか。 MHK ニュースでした。コメント、チャンネル登録をお願いいたします。